こんにちは、こじこじです。今回はこちら Zoom のリニア PCM レコーダー H1N、 簡単に言うと新しいマイクを購入したので紹介します。まずなぜ新しいマイクを購入したかと言いますと、僕春にアウトドア系の動画をね何本か出したんですけども、野外での撮影ということでね、ハンディとかウェアラブルカメラを使ってね撮影していたんですけども、やっぱりね内蔵マイクだとねどうしてもね音質があまり良くないということで、どうにかね音質の向上を図れないかとねいろいろ検討した結果、今回ねこちらのマイクを購入しました。結果から言いますと、こちらのマイク買ってね本当に良かったと思っています。音質の向上はもちろん、操作性もね非常に簡単で、野外で使う場合さっとね使いたい時すぐ使えるということです。でね、同時にねこちら公式のオプションキット、アクセサリーパックも購入しているので詳しく紹介していきます。 Zoom の H1N リニア PCM レコーダー、パッケージぐるりと一周このような感じになっています。秋葉原のヨドバシで購入したので国内向けの製品だと思うんですが、パッケージはすべて英語での表記となっています。それでは早速ね中身見ていきます。パッケージの中身はまず書類一覧が入っています。で、肝心の説明書なんですけども、日本語でね表記されているので安心して使うことができます。肝心の本体なんですけども、こんな感じのね布製の袋に入っています。で、中身なんですけども、コンパクトでシンプルなデザインになっています。本体以外の付属品は説明書や書類一覧と電池のみとなっています。サイズ感なんですけども、高さが 13.5 センチ、横幅が細い箇所で 3.5 センチ、太い箇所で5センチとなっています。それでは本体詳しく見ていきます。こちら単4電池2本で約10時間使用可能ということで、こちら電池ボックスがあります。電池蓋を開くとこのような感じになっています。さらに電池ボックスの上には三脚用のね穴が開いています。サイドにはマイクロ USB のコネクターがあり、 USB から電源供給することも可能です。こちらには電源のオンオフ、ホールドボタン、ファイルの削除ボタンで、こちらにマイクロ SD カードのスロットがあります。こちら蓋がありまして、はい、こちら開くことによってねマイクロ SD を搭載することが可能です。本体にはストレージがなく、マイクロ SD カードを搭載しないと録音できない形となっています。こちらにはラインインがついています。反対側にはボリュームの上げ下げ、ラインアウトがついており、ラインアウトにイヤホンやヘッドホンを接続することによって録音中の音をリアルタイムに確認することができます。本体上部かなり独特のデザインとなっており、このプラスチックがねマイクをねガードするような形になっています。マイクはこのような感じでクロスしています。それでは電源を入れて操作しながら設定の方法や実際の使用感を紹介します。電源はスライド長押しで、6秒前後で起動してきます。やっぱりね録音専用の機械なので起動時間が早くてね、使いたい時に電源を入れてパッと使うことができますね。上部についているこちらのボリュームつまみを回すことによって録音レベルを手動で変更することができます。そしてこちらにね4つ横に並んだボタンを押すことによって簡単に設定を変更することができます。こちらのオーディオボタンでは録音フォーマット、ビットレートを変更することができます。ハイレゾに対応しており、最大 96kHz の 24bit で録音することが可能です。続いてこちらの LO カットなんですけども、低域カット、低音ノイズをカットする設定をすることができます。 80Hz、120Hz、160Hz、オフの4種類から設定することが可能です。続いてリミッターなんですけども、大音量が流れた時に音量をね自動で調節してくれるモードです。こちらオンオフの設定をすることができます。
続いてこちらオートレベルなんですけども、録音ボリューム、録音レベルをね自動で設定することができます。こちらもオン・オフの設定ができます。オフに設定した場合、こちらのねボリュームつまみで手動でね録音レベルを設定することができます。こちら回すことによってこのようにね録音レベルが変わっているかと思います。逆に下げることによってほぼね録音されていない感じになるかと思います。こちらをオンにすることによって自動で録音レベルを変更してくれます。またこちらのねオプションボタンを押しながら、こちらの4つのボタンを押すことによってオートレコード、ある程度の周波数を超えたら録音してくれるモード、プレレコード、2秒前から録音してくれるモード、セルフタイマー、3秒後、5秒後、10秒後から録音してくれるモード、サウンドマーカーなどの設定をすることも可能となっています。録音の仕方なんですけども、録音ボタンを押すだけなので非常に簡単です。録音中に設定を変更することも可能で、マーカーを入れたり低域カット、低域ノイズをね変更することもできますね。リミッター、オートレベルのオンオフもねできます。録音ボタンを再度押すことによって録音を終了することができます。実際録音したファイルはこちらのね再生ボタンを押すことによって再生されます。録音が開始されますと00からカウントされ、停止を押すことによって終了します。こちらのズームの H1N なんですけども、内蔵スピーカーが搭載されており非常に便利ですね。それでは実際こちらのズームの H1N をね使用してきたので紹介します。外部でのマイクテストを行います。現在ねカメラ内蔵のねマイクで録音しているんですが、こちらズームのマイクに切り替えたいと思います。現在ズームのマイクで喋っています。結構ね外ねガヤ音がすると思うんですけども、あまりね外の音は拾っていないと思います。こちらの内蔵マイクの方だとちょっとねホワイトノイズというかね外の音までね拾ってる感じの音がすると思います。ズームのマイクで録音します。ズームのマイク多分僕の声だけ、僕のね近くの声だけを拾っていると思います。結構ね違いあると思います。最後にカメラ内蔵のマイクで録音をします。こんな感じの違いがあります。こちらのズーム H1N、 コンパクトでシンプルなデザイン、簡単操作で様々な設定を変更することが可能で、音質もねいいということで、それだけでね買いなんですけども、個人的にはねそれプラスアルファでズーム公式からオプションセット、アクセサリーパックがね販売されていて、Amazon でね2000円税抜きかなで購入しました。でこのアクセサリーパック何入ってるのって思う方いると思うんですけども、ミニ三脚、ウィンドジャマー、専用ケース、マイククリップ、 USB ケーブルと AC アダプターが入っているということでね、公式から販売されているオプションのアクセサリーキットが安価でねこれだけ充実しているのはね魅力の一つだと思います。オプションキットの中身なんですけども、ウィンドジャマーは毛というかねファーがふわっとしたものではなく、スポンジのものになっています。ウィンドジャマーをつけるとこのような感じでねぴったりとフィットしている感じです。こちらのね録音レベルのねボリュームつまみも操作できますし、ラインアウト、ラインインもねしっかりと使える感じになっています。続いてこちらのミニ三脚なんですけども、こちらはね金属製となっています。こちら一部プラスチックがあるんですけども、他の部分は金属製です。で大きさなんですけども、高さがね15センチとなっています。マイクとね同じサイズ感ですね。でマイククリップなんですけども、こちらプラスチック製となっています。まあ、マイククリップ僕的にはあまり使うねシーンがないんですけども、装着するとこんな感じになります。でこちらちょっとね説明していないんですけども、 USB でパソコンと接続することによって、こちらパソコン用のねマイクとして使用することができるので、
マイクスタンドを使ってゲーム実況のねマイクとして使うことも可能です。こんな感じで使用するのがね考えられます。パッケージにね載っていたまさにこの感じですね。この感じで使用することができます。これはこれでね使う人にとってはね非常に便利なんじゃないかと思います。ただ僕個人的にはマイククリップはあまり使わないかなといった感じです。そして最後に専用ケースですね。専用ケース結構ねハードな感じのケースになっていまして、後ろ側このようなねはいバンドがついていて、何ですかねベルトとかにこう引っ掛けることができるんですかね。で開けますとこんな感じですね。あーちゃんとストラップもついてたんですね。ストラップは初めて気づきました。こちらにストラップつけて下げることもできるみたいですね。ただちょっとウィンドジャマーをつけると、もしかしてウィンドジャマーをつけると専用ケースに入らない、入らない。ウィンドジャマー取り外した状態でこの専用ケースに入るのか確かめます。あ、これはねしっくりきますね。はい、ウィンドジャマーをつけないとしっかりとねケースに入れることができます。ウィンドジャマーつけたまま専用のケースに入れたかったんですけども、ちょっと残念ですね。最後までご視聴ありがとうございました。これから夏本番ということでね、僕個人的な意見なんですけども、暑いとねあんまり外出したくない派なので、せっかく新しく買ったマイクをね当分出番がないかもしれないんですけども、こちらのズーム H1N コンパクトでシンプルな操作でね使用することができて、音質が非常にいいのでねすごく気に入っています。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに過去の動画があるのでよかったら見ていってください。皆さんまた見てくださいね。バイバイ。